ニコラウス・フォン・ファルケンホルストは、ドイツの軍人。1940年のベーザー演習作戦と1941年の銀狐作戦を指揮。その後、1944年末までノルウェー、中流軍の司令官を務めた。1885年、ドイツ帝国内プロイセン王国領だったブレスラウに生まれる。聖火は、古くからのシレジア貴族で、軍人一家だった。 元の生はヤストジェムスキーだったが、昭和時代の1911年に、フォン・ファルケンホルストに改名を許されている。1907年に、プロイセン王国陸軍に入隊、第一次世界大戦に従軍、一級鉄十字賞、二級鉄十字賞や、戦勝賞黒賞を受賞した。ドイツ敗戦後の1919 19年には、ドイツ義勇軍に参加し、この後、 バイマル共和国軍にも残留した。1925年から1927年まで兵務局で勤務。1933年から1935年にかけてはプラハやベオグラードやブカレストのドイツ大使館に駐在部官として勤務した。1935年7月1日に少々に昇進するとと,ともに第三軍参謀長となった。 1937年に中将に昇進。1939年に不評大将に昇進した。第二次世界大戦諸島のポーランド侵攻では第21軍団を指揮。1940年には北欧侵攻の作戦立案を任されたが、この計画はトップシークレットとされたため彼には十分な資料が与えられず、ベルリンの一般書店から購入した。 ベデカーなども駆使して計画を立てる羽目になった。実際の進行作戦においては、オスルフィオルドで重巡洋艦ブルヒャーが撃沈されるなど、特に海軍を中心に少なからず、損害も発生したが、最終的に作戦は成功し、スカンディナビア半島から連合軍は駆逐された。この選考により、騎士鉄十字章を受章。フィンランド軍のヤルマルシーラス部を将軍と、 ファルケンホルスト1940年末に第21軍団は軍編成に拡大され、彼は第21軍司令官としてノルウェー駐留独軍の最高指揮官となった。1941年2月、ベルリンの軍事裁判がノルウェー人10名に対しスパイ容疑で死刑判決を下した際、著名な探検家スベンヘディの働きかけを受けたファルケンホルストは、 アドルフ・ヒトラーへの減刑単願を取り持ったこともある。ヒトラーはこの陳情を受け入れ、被告たちは懲役10年に減刑された。1941年6月に始まった独祖戦ではフィンランド北中部で銀狐作戦の指揮を取った。銀狐作戦の試作戦の一つ、北極狐作戦ではフィンランド3軍団を指揮下に持ったが、攻勢作戦はうまく進まず。 ファルケンホルストとスリー軍団司令官との間では圧力を生んだ。銀狐作戦が失敗して終了後の1942年1月からは在フィンランドと北部ノルウェーのドイツ軍は新設のラップランド中流軍の管轄となり、ファルケンホルストの管轄は在ノルウェー南部のドイツ軍だけとなった。その後、独軍のノルウェー占領後に国家弁務官として着任し強権的な 占領地行政を敷いたヨーゼフ・テアボーフェンとの対立は日々激化し、ついに1944年12月18日、司令官職を更迭された。その後ドイツの敗戦に至るまで、第一戦に復帰することはなかった。戦後イギリスとノルウェーの共同軍事法廷にかけられ、連合軍捕虜を新衛隊に引き渡して死刑に追いやった罪などにより、1946年8月に、 死刑判決を受けたが、ヘディンラの働きかけにより、懲役20年に減刑された。さらに1953年7月23日には、強振症を理由にベルルの先般刑務所から、釈放された。釈放後は陰性生活に入り、西ドイツのホルツ民伝で死去した。ありがとうございます。